ジオ速報です。広島県に土砂災害警戒情報が発表されました。広島県庄原市に土砂災害警戒情報が発表されました。広島県内現在活発な雲が一部かかってきております。特に広島県の北東部のあたりに活発な雲がかかってきております。雨が強く降っていて土砂災害の危険度が高まっています。土砂災害の危険度を確認をしていきましょう。土砂災害の危険度を見ていきますと、3エリアに加えて現在広島北部の方でも土砂災害の危険度高まってきております。庄原市付近紫色の非常に危険というところになっております。土砂災害警戒情報が発表されたところでは、いつ命に関わる土砂災害が発生してもおかしくないような状況となっています。崖の近くなど危険な場所にお住まいの方は直ちに安全なところに避難を行うようにしてください。広島県の土砂災害警戒情報についてお伝えしていきました。